おはようございます。今日は10月の6日ですね。気温が 24.8、湿度 78%、室温が 25.2 で、湿度 57% ですね。あれですね。秋ですよね。昨日は、秋だと言いながら、結構、あれですね。昼間暑かったですね。今日は小さな初恋です。そして、今日の質問ですね。コーヒーの粉の挽き目は味にどのように影響しますか？細かくすりゃ、基本、濃くなるだろうなというようなイメージですかね。基本的には考えることとしたらそういう感じじゃないでしょうかね。細かくすると、濃くなって、粗くすると薄くなるという感じに、普通にはイメージすると思うんですよね。だけど現実にはそう単純なもんではないわけですよ。つまりどういうことかというと、コーヒーの粉の中に入っている旨味の成分は一定量しかないわけですよ。細かくしようが粗くしようが、結局は旨味の量は一定なんですね。そう考えると、細かくしたから濃くなる、粗くしたから薄くなるでは、ちょっと話が変わるわけですよ。はい、粉を計量しましょう。豆量230.2ですね。い、穴を掘ります。今日は、どちらかというと、昔、やってた、お湯の差し方やりましょうかね。今日の挽き目と味の、関係なんですけど、極端な細かいとか極端な粗いっていうのは、ここはちょっと話がちょっと変わっちゃうと思うんですよね。そこまでの極端ではなくて、普通に意識的に細かい、意識的に粗いぐらいの感覚でないといかんですね。極端なものだと結局お湯が通らないとか、極端に粗い場合は今度は、ちょっと砕けてるだけで、水がたまらないとかいう風だと、もう、話にならないっていうか、そういう状態になりますので、はい、いきます。ここを、ある意味、長めにやるんですね。落ち始めて、膨らんできて、
はい、1分10秒、1分10秒で、356、はい、蓋を打ちます。あれですね。今日の、粉の引き目は味のように影響しますっていうので言うと、これをまあ、僕らコーヒー屋が答えるとしたら、まず第一に、例えば松屋敷をやっている、まあ僕なんか松屋敷やってて、松屋敷の流度っていうのがあるんですけど、まあ、その流度でやる。逆に言うと、もっと細かい、流度の、コーヒーを使う場合に、味の濃さが極端に変化するっていうわけではないんですね。流度を変えると何が起きるか、松屋敷の場合に流度を変えると何が起きるかというと、高い濃度の水溶液ができるまでの時間が変化します。つまり、粗く引いたものだと人数分の半分ぐらいまででうまみが溶け終わり、あとは倍に薄めるみたいな表現をするんですけど、これはもともとそういうふうになる流度を使ってるだけなんですね。そうではなくて、例えば流度が細かかった場合にはどういうことが起こるかというと、例えば3分の1ぐらいで成分が溶け終わり、その後は雑味が溶けるのでそこでやめておいて、あとは薄めるっていうことをやりますよね。そうすると、どういうことかというと、結局、3分の1を、原液で、コーヒーの原液で3分の2はお湯を足すわけですけど、実際にはその濃さ的には結局コーヒーの粉自体は同じ量を使っている場合は、大体同じような味になっちゃうわけですよ。で逆に、コーヒーの、流度をもっと粗くした場合、まあ、極端に粗くするっていうことは、まあ、普通はしないでしょうけど、例えば、ミルを間違えて粗くしてしまいましたみたいな感じだったら、どうなるかというと、人数分の半分よりも、後半まで、抽出させておいて、あとは薄めるっていう形を取りますよね。つまり、コーヒーの引き目が味にどのように影響するかじゃなくて、コーヒーの引き目が変化してもそれに合わせて、抽出するのが本来の正しい姿であって、それが影響するというふうに考えてはいけないと思います。だから粉の流度に関して、まあ、うちでは松屋敷の流度はこの流度ですみたいな感じでやってますけど、会長はもうちょっと細かめの、粉を使ってたりとかしますからね。その辺は人それぞれの、やり方考え方があるので、まあ、全然問題ないような気がします。でうちの流度がすごい正しいとも思えないんですね。つまり人それぞれのこうお湯の差す癖っていうのがあるんで、そのお湯の差す癖に合った流度っていうのがやっぱり見つけられると一番理想かなという気はします。つまり、コーヒーを立てるっていう時に結局、流度を細かくするっていうのは、まあ、ある意味抵抗がかかるってことなんで、お湯が通過するのに抵抗がかかるわけですよね。でお湯が通過するのに抵抗がかかるわけだけど、松屋敷っていうのはもともと粉を動かさないっていうのが大原則なので、粉を動かさない状態では基本的には微粉とかなんかの影響を受けにくいわけですよね。微粉の影響を受けるとお湯をかけてだんだんと、お湯の通りが悪くなっていくわけですけど、
松屋式はそれが起きないんで、そうなると単純な抵抗でしかないんですね。だからその抵抗が、ある程度あった方が、まあ、水位が上がってくれるんで、水位が上がってくれた方が、まあ、旨味と雑味の分離には有利なんですね。基本、ここで危なかった。危なかったですね。測るのを忘れるところでした。169。じゃあコーヒー立てます。例えば今これ20杯出しなんですけど、20杯出しの流度と本来で言えば1、2杯出しの流度って変えた方がいいわけですよね。それはなんでかっていうと、粉の抵抗がこんだけ熱い状態の粉と、そうでなくて、10g、20g の薄い状態の粉の状態だと、当然、そこの中を通過する時間が全然変わっちゃうわけですよね。だから、その分だけ、本来であれば粉の粒度を変化させてきた方がまあまあいいんですけど、まあ僕なんかはあんまりそこを変化させてないんですね。いっぱい出しやるときも粉の引きは9番で引いてるし、この20杯出しでも9番で引いてる。結局、そこの流度は重要ではあるけども、お湯のコントロールで調整は効く、部分であるので、そこまでこだわってはやっとらんのですね。実際そこのやり方に関してはあれですね、人それぞれの部分がありますので、一概には言えませんけども、流度を変化させる、1、2杯の時だけ変化させるっていうのは本当言うとありだとは思います。抽出し終わりましたね。はい。はい、薄めます。この大体慣れてくると、あれですね、ホットディスペンサーに置く場所が大体分かるようになりますね。まあ、あと危険なのはあれですね。薄めるとこを、安心しきってやってると間違えるというとこですかね。そこはちょっと気をつけないといかんですね。はい、
コーヒー入りました。はい、しっかり入っておりますね。はい、小さな初恋。現在冬ギフト、予約しております。4店舗の、合同企画という感じで、4店舗の商品、1店舗2種類ずつ、出して、合計8個の、コーヒーがギフトになっております。これに関しては、まあ、一番の、価値はあれですね、4店舗別々のとこがっていうとこが、価値ですよね。つまり味が極端に変化するっていう部分が面白いかなという気はします。はい、冬ギフト、早割で 10% オフなんで、これは予約販売なんですね。なんで予約販売かというと、作るのが大変だからです。単純に、注文受けて入って出せるわけではないので、そういう意味合いで言うと、予約販売となっております。あと、あれですね、じゃんけんドリップバッグ。こっちの方は、いつでもあるので、欲しいよと言ったら入ってはお渡しできます。じゃんけんドリップバッグですね。こちらは、月替わりで3種類の豆を、用意するっていう形で、ドリップバッグを作っておりますので、よければですね、お買い求めいただきたいと思います。ということで、今日はここまでにしましょう。